待たせしました。今回のゲストはご存知の及川奈緒さん。琵琶湖畔を人もよく知った間柄の及川さん、一体どんな話が飛び出すのか。それにしても美しい。酔っ払うと
したでしょ。ワイカワラオ、ワイカワラオ、そう、すごい居酒屋だと、あのね、もうそれわざわざ言ってんのに、私が酔っ払ってでかい声で、おいワイカワラオって言うから、周りが気づいちゃった。ちょっと待って、オープニング長いから長い。私もね、リベンジ、エヴァ撮りました。わーお、ね、私、うん、もう言っていいの？いいよ。あ、もちろん水泳大会歌ってたから一つ、はい、出たよ、出たよ、だって1台あったんだもん。平和さんフルーツスケーター2をよろしく。それは結構言ってるんだけど叶いません。え、まだ続きます？あ、もういっちゃった、ごめんごめん。オープニングなかなか長いっすよ。いい話、ね、いいですよ。じゃフルーツスケーターの話はまた会いましょう。そうですね、いろいろ中とかあるんで、はい、はいはい、それではいきます。はい、3人で3人で始めたいと思います。はい、プラスプラス、ちょっと上げていこうか。今回収録にご協力いただいたのはミリオン高円寺22号店さん、 JR 高円寺駅南口徒歩1分、パチンコ323台、スロット68台の設置。お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。まずはリベンジに燃えるビアコ姉さん、最高。さてと、メゾン一国、今回初めて見てくださった方のためにあれなんですけど、300分の1ですね。で、50% で時短、50% でSTです。出ました、毎度おなじみ琵琶湖のざっくり説明。21個スタート、悪くない。さあ、リベンジはなるのか。さて、カオリッキー、はい、それではリベンジということで、ヴァンゲリオン9157番台行きたいと思います。今日はなんとかいっぱい当ててエヴァの楽しさをお伝えしたいと思います。で、このオープニングを話している時に回転してくれないとね、ちょっと不安になると。ここでダメだ、移動しよう。早くも大移動、移動移動。こういう見切りの速さはなんかできる人っぽいね。あ、あれどうしました？音が大きい。あー、なるほど、あの音量を調整するわけですね。さあ皆さん、お待たせしました、及川さんです。はい、では土器、丸ごと水着女だらけの水泳大会、はい、この台を打ちたいと思います。最初は、まあ、勢いをつけたいので、私低血圧なので、あの、U パチでまずは勢いをつけたいと思います。ちょっとあの低血圧とパチンコの関係がよくわかんないんですけど、まあ、U パチですからサクッと当てて波に乗っちゃいましょう。さあ、こちらリベンジ中の琵琶湖姉さん、当たるかな。今めちゃくちゃ当たんない気がしてきた。だいたいね、リベンジって言ってだいたい返り血にされるのが愚痴るな。ちょっと及川さん、こんな琵琶湖姉さんのことをどう思ってるんですか？琵琶湖さんとは、私の連載している雑誌の企画で、あ、出ました、雑誌の企画で7番勝負って言って7人と対戦するっていう企画で初めてご一緒しまして、なんかヤンキー口調なのにすごい乙女な部分とか見えたりして、あ、なんか可愛いお姉さんだなと思って仲良くなれました。さあ、そしてこちらもリベンジ中のカオリッキー、相変わらず何も起こらない。なんか毎回こんな展開じゃないですか。あ、そういえばカオリッキーさんとの出会いはどんな感じだったんですか、及川さん。カオリッキーとはですね、今夜もドル箱という番組で、パチンコ番組で、そう、サンドイッチマンさんとカオリッキーと私4人で MC としてスタートしまして、2011年にサンドイッチマンさんのお二人がすごい仲良しなんですね。で、お二人にやっぱり迷惑もかけたくないし、足引っ張りたくないし、あの、私たちも2人で仲良くなりたいと、同い年だしということで、飲みに誘ってくれたんだっけ、誘ったんだっけ、なんかまあお互い、じゃあ2人で飲み行こうって言って、
まだ1回目の収録終わったばっかりの時に2人で飲みに行ったんですよ、待ち合わせして。ほんでそこでなんかもう熱い絆が芽生えて、そっからですね、もう何でもなんかこうお互いもうなんだろう、気もいい意味で気を使わない関係に、うん、すごく心地いい関係になれましたね。で、喋りに夢中だとね出なくなっちゃうから頑張りますよ、お願いします。あー、いいな、なでなで、俺パチンコ台になりたい。ここで琵琶湖姉さんの台に動きが。赤い、あ、この間出なかった夢一夜、これ先読みです。一刻夢一夜って読むのかな、次だね。これまあ下から2つ目、入院の上に偉い先読みです。まああんま当たんないですけどね。ああ、そうなんですか。いや、原作ではこの話は第111話なんで、てっきり確定のプレミアかと思っちゃいました。赤い、あ、おしぎさん、あれよ、トラとかトラとかトラとか激アツとか、あー、チャンスじゃダメだわ。赤タイトル、これが金ならねなくはなかったけどな。ここね、今度はここ、まあ、赤まで行くのが最上位なんですけど、緑、はい、終了もう今日もうダメかもしらんな。いや、まだわかんないでしょう。あー、なんでこれつくね、もったいない。いや、だからまだわかんないって。もうこの緑の時点でダメですからね。いや、だからね、まだ演出の途中ですから。ですよね。でしたね、知ってました。これがもったいなかったな、結構強いチャンスアップなんで。どうやら今日返り討ちに合いそうな気配プンプンしてきましたね。そう、一方カオリッキー、100回転何も起こらんかった、いつも通りや。でも4戦で100以上回ってんのか、順調や。あとは当てるだけ。それが一番簡単で一番難しいんですよ。さあ、そしてこちら広島が生んだ女神及川さん、調子はいかがですか。これ保留が変化してますね、なんか起こりそう。これ何ですかね、私これ初めてかも。もうでもすぐリーチになっちゃった。あ、よかったよかった。はい、ここで疑似連来ました。頑張れ頑張れ。あ、激アツって出た。いきなりチャンス。おお、すごい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 。こっからどうなる？こっからどうなる？激アツってなりましたよ。おお、トリプルリーチですか？頑張って頑張って、頑張れ頑張れ。こっからなんかあるか、あるか、来い、よー、来る、やったー。まだやってないです。あー、びっくりしたはい、パトランプが光ればいい。はいはい、押して、はい、押して、いいの、押しちゃって、よいしょ、はい、出ましたやったー、おめでとうございます。一番乗りで大当たりをゲット。はい、68回転ですね。まあまあいいんじゃないでしょうか。やったー、こっから一気に行きますよ、ありがとう。いや、こちらこそ素敵な笑顔をありがとう。
はい、まずはチャレンジも、これでね、本当は騎馬ラッシュに突入しないといまいちなんですよ。なのでまずはパネルアタック、はい、騎馬ラッシュに突入まずしたいので騎馬ラッシュに行きましょう。こっからです。頑張れ。及川さん、ボタンボタン、あれ、ちょっとあれ大丈夫、いけるいけるいけるよ、いけいけ、ああ間違えちゃった。なんかわちゃわちゃした結果ダメでしたね。あ、バカリズムさん、あ、兄さんおります、はい、この特訓モード、これ潜伏かもしれないですから、このモードね、こっからもう発言が前向き、もうくだまきびわねえと愚痴リッキーにも見習ってほしい。え、嘘、え、どうしました、ダメでした。ダメでしたね。まあいいか、大丈夫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 、気長に行きますよ。とりあえず1回はね、いいとこお見せできたんでよかった。いやもう本当実にポジティブ、俺がパチンコ台だったらこういう人に当たりをプレゼントしたい。回った回った、今ボタンが回りましたよ。熱い熱い、チャンス、お、熱いかも熱いかも、青ですけどね保留は。でもこれ回ってたから、こっからどうでしょうかね。おお、またトリプルリーチになった。さあ先ほどと同じトリプルラインリーチ、さあ今回は当たるのか、というか当たってほしい、なぜならばあの笑顔が見たいから。からのからの、さっきみたいに来るかな、あエンジェルナウちゃん擦れた。いやめっちゃ笑ってる、これね大体特訓モードいきますからね。この顔この顔、嫌な顔、ほらまた特訓モードばっかりなんですよこれがね。いやただご自分ですから ね、一歩前進、はいはい、お願いします。さあそして琵琶湖姉さん、もうちょもうちょもうちょ、次次もあるよ。やー、え、何が、姉さん説明を。気持ち悪い。いや何の笑いなんすか。当たった、当たりました。もう 赤タイマーはめった見られないです。やりました。いやいや確信の速さ、いやまだ分かんないでしょ。完全にやりました。今回の実戦は当たる時も諦める時も見切りの速さがすごいね。何が出るんでしょうか。よいしょ、あー軍だった。いやまあ正直ね、軍まで絡んで、まあそれは相当熱そうですけど、もう絶対外れません。今体感期待度 97% ぐらい。琵琶湖調べによるもので実際の信頼度とは異なります。98%。いやもうプレッシャーかけるわけじゃないですけど、ここまでお膳立てしてもらったら外すわけにはいかないですよ。あーちぎり、あーか、あー 99% です。はいテロップ白、あー秋、あーもう 100% です。もう99しとこうか。そうですね、 1% の奇跡を信じてる方もいらっしゃいますから。はい、100%、よいしょ。もうですよね、もう熱々演出オンパレードでしたもんね。おめでとうございます。投資9000円、260回転当たりました。さあ、ST 入れるよ。
そうです、 ST 連させてこその台なんです。あ、ちなみにあのこの番組のスタッフさんがメゾン一国のマックスタイプで一撃5万発出したらしいですよ。スタッフさん超えお願いします。初当たり取れてるか、初当たりの映像もええねん。さあ果たして ST 突入なるか。今へそないからいつでもでも止められるぞ。あーボタン、あ、赤い、よし、ありがとう。ええバックスクリーン3連発食らった時の牧原か。嘘でしょ、赤ボタンとかで外したことないんですけど。大体ノーマルボタンがデフォルトっていうか、ノーマルボタンでも全然いける流れなんですよ。あれ赤ボタンでダメか。あーそ、あーはははは、笑っちゃった危ないよ今日も。うわー、いたた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 、いやもう気持ちを切り替えましょうよ。ほらあの ST より時短の方が得意じゃないですか。さあそしてこちら及川さんの台に保留変化が。なんだ、なんか賑やかにはなるんだけど、リーチか。おおおお、どう、リーチって言ったからなった、7でリーチですよ。どうかな、あら合体、脈物合体、ない、どんどん、あ、チャンバラ合戦結構熱いですよ。いいんじゃないでしょうか。あら赤文字ですよ。ケイ頑張れ。お、一斉攻撃、すごいすごい、いけ、アイドリングいけ。おお、このスプレー武装すごい。あれ、もうこれ当たるでしょ、これ当たる当たる当たる、ほらいけ、加藤さやちゃん、加藤さやかちゃんね、頑張れ、やったお見事、本日2度目の大当たり。ごめんねありがとう、やったー、ナナー、あ、かわいい、やったー、あ、かわいい、もう一番嬉しいですよね、ナナで当たるってね。さあ、大当たりからの台をなでなで、僕もパチンコ台になりたい、パート2でございます。やりました、はい。いや私この台で7で当たったの初めてかもしれない。これが気持ちいいんです、見てください、これこのくる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 ってね、これかわいいでしょ、くるくるくるって、はい、気晴らし入りましたね。こっからさらに上のハイパーアイドルパーティーというのがあるんで、これに行けるように頑張ります。お、緑だ、8でもいいよ、8、いいよいいよ、当たって当たって、キババトル負けないからね。頑張れ、はい、よいしょ、あーダメかな、やだ、ここで来い、すごい顔してたよ、かわいい、来い来い、頑張れー、あーダメだよ、浦江梨香ちゃんが勝っちゃいました。普段塾のね、残念、惜しい、終わっちゃう、ラストいけー、
いや、ポジティブだな。これで当てたらかっこいいですよ。これで当てたい。当てなくても可愛いですよ。来い、なんか来い、なんか来い、なんか来い、頑張れ赤組、頑張れ。嘘。でもまだトータル6000円投資ですから、みんなよりはいいんじゃないかな。どうかな、当たってんのかな、みんな。あの二人はどうなんだろう。返り討ちにされそうな感じです。さあ、こちら時短中の琵琶湖姉さん。マジか、時短中なんもなかったな、困ったな。姉さん、残りも残り5回、姉さん、姉さんも残り5回、姉さん、もう喋らないの。五代くんのマラソンで終わってもった。さあ、そんな姉さんのところにいましたよ。くっそー、嬉しそうな顔して。いや、そんなことないはず。ちょっと当たってんじゃないですか。え、チューした、チューした、ラブラブ、チューした、チューした。あー、チューしたの。出てきた、自分出てきた。エンジェルナオチャンスと出てきた、出てきた、出てきた。これさ、実写版だったらさ、あのさ、ピヨコさんみたいな人いるよね。あ、お酒飲んでる人。そうそうそう。うるさいよ。あれやってよ。実写版だったら、あけみさんだっけ。あけみさんだよね、うん、あけみさんみたい。ちなみに映画では宮崎美子さんが演じていました。あ、これでしょ、これでしょ。タバコ吸って、これ今の赤い髪の人です。あんなパーマネント当ててないよ。パーマネントでもなんか雰囲気がさ、いつも飲んだくれてるじゃん。いいよね。香り気当たってないらしいよ。まあ、あの人400分の1だからね。400マックスだから。あ、そうか、まだ当たらないよ。私マックスで当てるの好きなの。マックス行こう、マックス行こう。さあ、そしてカオリッキーのところにも静かだ。わっ、全然びっくりしない。反射して分かった。残念ながら見えてた。マックスに移動したいんだけど、何しようかなと思って。マックスやつの、うん、マックス好きなの。ガロ行こうかな。そうだよ、ガロ、ね、ガロで、うん、出てるアニメの時に教えてよ。そうだね、これこれっつって。そうする。じゃあガロ行こう。頑張って。出そうだな。当てる。ガロでこの間全回転出したんです、私。だからね、相性いいんですよ。あ、それじゃあ今日もドーンと大当たり引いちゃってください。そんな及川さんの引きは次回でじっくりお見せします。ガロ金色に慣れに移動した及川さん、必要なところを見せてほしい。一方、得意の ST 単発でテンション低めの琵琶湖姉さんとハマリッキー。このままじゃ枕を並べて打ち死にしちゃいそう。もちろんガールズトークもあります。次回、これが私の生きる道プラス。お楽しみに。自分から振ってみてさ。